あんまり変わらない。だけどヒーターの服でいいかな。アプローチの得意じゃん。ですよね。これはうれしそう。エロいですね。おはようございます。おはようです。声でけよ。はい。着いた。着きました。本日はワークマンのレボルウェア試着会に向かうので東京来ました。これから行ってみたいと思います。はい、おじさんと二人ぐらい旅行ってみよう。はい、行きましょう。今日はまだね、夜、はい、親方くんと、はい、飯食って、はい、明日横浜か。はい、そうです。マジ迷う、迷子して。あ、タクシーってありません。あそこの右上に書いてます。はい、タクシー乗りました。はい、あ、こっちっすよ、多分。ここエレベーターっすよ。まだ早いっすよ。セミナールーム。ここ6階。あ、これっす。これっす。それちょっと飯でも行くか。はい。急遽、サウナが近いってことで、サウナに行きました。はい。早く着きすぎましたね。なんか飯でも行こうかって言ってたけど、昨日のアルコールから。はい。すっきりしますね。めちゃめちゃすっきりしたな。はい。はい。アルコールも逃げたし。はい。ポカリセットも飲んだし。はい。最高だな。はい。ご説明完了でも、はい、あのエルテソースを使った冷却も暖房もできる。暖房もできる。あの、そうです。冷たくなったり暖かくなったりっていう両方の機能を合わせて持っているそのデバイスですね。半導体のことをあのフェルチェと言っている。これワークマンで販売するんですよね。そうです。はい。それ試着服あるんですか。あります。冷やすっていうのは、ここを冷やすことで服の中全体が冷えるんですか。一番最強なのは、これを着ていただいて、空調服も着ていただくんです。ああ、冷やして、はい、扇風機当たるから。できない。わかんない。でもこれで上にビニール袋みたいなの着なくても涼しいんですよ。でもこれわかんないじゃん。わかんない。あ、もう冷たい。え、冷たいですか。だけどこれだけだったらそんな体冷えるんでしょ。深部体温というのに影響を与えますので、はい、まあ、冷えた感じにはなるというか、はい、例えば熱中症とかそういったものにはあの効果があるというのを、あの東北大学 の、 あの中川教授と一緒にこれコラボレーションして、空調服だとね、ただ体を冷やすだけですね。これでも、ね、本当に中に着るというね、空調服になんか着けれるというね、これだけ外してね、これ完成形だと我々も思ってますので。そういうことですか。私この、はい、いつから販売するんですか。販売はあの今年の5月からするんですけど、5月からいくらするんですか。これ1万円です。あ、でも安いね。そんな高くないんだ。そう言ってください。へぇー、あ、ないですか。なるほど。あんまり買えない。おお、本当は結構あったかい。おお。だけどヒーターでは服もあるな。全然。YouTube かな。昔からのプロジェクトをインスタして。じゃあこういう建設系とかじゃなくて。はい。農家なんです。ブログとか。そうです。農業樹脂として農業者目線でのこういう。だけどいろいろ農業があったら服だけじゃなくて農業の専門書。そのブログの内容が。はい。全然というか野菜が中心なので。あ、ブログに。はい。出所者じゃスターは。ほぼ絡んでくる出所者。あ、よろしくお願いします。あとクリエイターさんで。こんにちは。あ、そうそう。あ、僕はですね、あのワークマンさんの中のプロカーシリーズっていうのをあのプロデュースしてます。ネクストワーカーって言いました。ネクストワーカーですよ。 YouTube ですよ。それ何をやられてるんですか。うちはあのこういう作業服をこういうの作ってまして。あ、作ってない、はい、職人系 の、 あのワークウェアを手掛けてるんですけど。あ、嬉しいです。かっこいい名刺だな。かっこいい。あ、小林さん、あ、乗り換え大丈夫。聞いたことありますか。もちろんもちろん。ありがとうございます。ありがとうございます。YouTube で見ると全然。あ、すごい穏やかな。すごいですね。見たことあるんですか。もちろんです、もちろん。どこから。あ、兵庫県。
はい、神戸です。もともと何ですか？一緒にやってる。あの、飛び職人を、あ、やってて。10年のキャリアやってて、で、はい、そこからの、この工具メーカーに転職して、はい、で、販売店に転職して、はい、で、そこから今、8年ぐらい前に独立して、はい、どんな作業着とかもしあれだとちょっと宣伝させてください。もうまさにこれがあのライズ若者向けサイズあのコラボした何ていうブランドなんですか？ネクストワーク、はい、ちょっと分かりづらいけど、はい、もうちょっと分かりやすいです聞いた方がよかったんじゃない今日にかけたオールブラック、オールブラックは、ね、まあ渋いけど、はい、おー、あほんでワークマンとコラボでなんかワークマンさんとはい、プロコアデニムというあのあそこにもうちの商品があります。あ、どれですか？あのあのファンツキブエですね。そんなダサいやつに二階堂主っていう名前だけ貼って T シャツ3000円とかそんなの金もらったら嫌じゃないですか。やるならとことんやかっこいいのやりたいみたいなで高取るシャツって作ってました。見ました、見ました、ミッチー君が、まあ、そう見ました、ミッチー君ミッチー君ミッチー君また動画撮りに行かせてください。はい、開発してほしいぐらいですよ。お任せください。いろいろで一緒にかっこいい、ありがとうございます。これっすね、多分コラボ商品。ファンのところにあのブランド名入れてるさ。どれで着れるやん。アップルウォッチ見えるな。会社の人？はい、大丈夫。あ、よかったよかった。綺麗な人だ。ありがとうございます。熱中症対策の商品。あの腕につけていただくだけで事前に熱中症のリスクをお知らせしますね。そう。はい。これは何？アップルウォッチ着れる？自社で開発した製品なんですけども。アップルウォッチはかぶりじゃん。ですよね。搭載されている機能が違いまして、まあ、熱中症のリスクも可視化ができるんですけども、うん、あとストレスであったり、集中度というのは眠気になるんですけど、あとは体調が分かるようになりまして、はい、管理者の方にそのデータが直接飛ぶようになって、会社に？そうです。はい、社員嫌がるじゃん。こんなの全員つけとけ。ね、そういうことだ。はい、どこにおるとか GPS とかで知っとるの。そうです。はい、やばいっすよ。ガチガチや。はい。ワークマンじゃないの？三菱？はい。何やっとる会社ですか？京都の西陣織の帯を作っていた会社でして、そこからあのウェアラブル業に転換しまして、こちらはあのフルタイプなので、私の今のリアルタイムの私の、はい、これを着てまして、体の中に、はい、ちょっと見せてみよう。お姉さんがこれつけてんだね。へぇー。いいね。はい、ここにあの弊社で作った銀メッキの繊維が縫い込まれてまして、そんなに自然と繋がってくるの。その技術を生かしたものを開発してますので。うん。あれ、これが体のセンサーになるんだ。そうです。ここで買えるんですか？こっちのウォッチの方が、Amazon で。Amazon？ はい。こっちのウォッチは何？最新型？通信しないタイプと。会社さん？そうですね。くださいね。9000円。こちらはキャンペーンで0円。あ、0円、なんと0円。もれなくお姉さんがついてる。はい、お姉さんの LINE ゲット。はい、おまけ、あの通信費用はいただきます。通信費用はあ、携帯電話みたいな感じで。そう、そういうこと。そこのこの本体代0円けど月額いくらかとか。そうです。いくら払うの？月額今2700円で。毎月？はい。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これは睡眠のデザインですよ。頭。これ寝るときに着る。いや、これはトレーニング20分間の稼働です。ありがとうございます。あ、腹がね、筋のやつみたいな。効果あるんですか？効果あります。絶対嘘。本当に。本当ですか？本当に間違いなく。ただね、1個貸してくださいよ。いいですか？じゃあ本当にその代わり YouTube でガンガンやるんで。あ、ありがとうございます。一応20万人ぐらいフォロワーおるんで。いくらするんですか？今EC サイトだと15万。15万。はい。こっちに見えるの？絶対あの普段使わない筋肉に電気でアシストするので、うん、あの
腕を鍛えようって言って頑張る方よりも、うん、他の部位も一緒に鍛えていくので、まあ、より効果を感じられる。で、森さんって言ったら次の筋肉痛みたいになるんですか？初回が一番感じられる。マジ？はい。これを着て寝てもらうと、あなたの睡眠どういう状態で、はい、睡眠の深さだったり、はい、時間であったり、はい、まあ、よく聞くレム睡眠、ノンレム睡眠、ああいったものがどういう状態で24時間いられるかっていうものをお見せするようになります。そういうことか。これが我々の石で販売してます、はい、これいくらするんですか？2万7000円。高いわ。これはレッツ。もともと何やるのか。これ電気のところが流れるのが、はい、導線なんですけど、電気がこう走ってるんですけど、はい、本来電線って伸びないですよね、はい、で上でも伸ばしても電気が伸びて持ってたんだ。へえ、あ、それ面白いね。こんにちは。ちなみにうちに理解道場ってあの YouTube やってるんですよ。見たことありますか？あ、わかりますね。わかりました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いけますか？検索 YouTube？ 大工トントンチャンネルですね。大工トントンチャンネル、はい、あ、出てくる、出てくる。チャンネル登録してないよ俺。してきました。はい、で大工さんなんだ。どこから来られてるんですか？そうですね、東京から。で声かけてもらって、まあ、僕らと同じ感じで頑張ったなみたいな。ああ、してるんですか？写真してもらえれば嬉しいです。ぐらいのあれで。こちらのカメラマンですか？はい、そうです。カメラマンさん。なんかうちそう体型とかよくします。またよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、これを装着することでより軽い力で荷物の上げ下ろしが可能でございます。背筋使用率としては 38% 以上軽減させることができます。体をかがめた時にベルトが伸長し収縮する力を補助に荷物を軽く持ち上げることができる。うちのアンバサダーさんってワークマンでは絶対買ってはいけない5つの製品とかこういうの平気で投稿します。すごく親しい方なんですけど、ただ社員もですね、これ見てですね、なるほどとかですね、やっぱり直さないとねとかね、まあ、みんなそういう関係で、だから上下とかなんとかじゃなくて、アンバサダーさんとは敬語使わないでお友達ベースで話してます。出来上がったのがペブルフィールという製品でして、あの首の後ろにこんな感じで、くっつけるとですね、なんか他社さんでも似たようなデバイスが売られているのをご覧になったことがあるかなと思うんですけれども、その状態で VR の中に入ると、でそうすると VR の空間でこう焚き火のところに手をこうやると、ああなんかあったかいと、背中の後ろがほんのりあったかいとかですね。あ、そうです。アンバサダーです。 YouTube、ブログ全部いろいろやってます。はい、YouTube なんか、あ、そうなんです。理解動画してます。黄色いヘルメットかぶった YouTube。 黄色いヘルメットかぶった YouTube なんだろう。知らないのかよ。すみません。じゃあ何チャンネルっていうの？サギチャンネル。サギチャンネル。サギ、はい、サギ。あ、4万人すごい。おお、うん、まあまあおる。はい、ワークマンのやつを、建設系のやつを出してるんですか？いや、キャンプ系の服とか、あとまあ本当にレディースのウェアとか。だから僕ら建設系のやつは知らないんですね。そうなんです。多分結構有名なんですけど。あ、そうなんですね。19万人ぐらいいますから。あ、すごいですね。え、アンコースダニアもだったマサダには多分料理が多そうだからね。ちょっといいですか？あ、もうちょっと立ち回っていいですか？はい、ちょっとエロいですね。はい、社員さんなんですか？モデルさんじゃなくて社員です。めっちゃ可愛いですよ。はい、着心地はどうなんですか？すごいですよ、サポートしてくれる感じが。エロいなそれしか俺目つかなかったわ。なんかあれ痩せじゃないですか？なんかめっちゃ軽そう。あ、全然あれ、すぐ持てますね。ちょっとマスク取ったとこ見たいな。マスク取ったとこ出せるんですか？あ、大丈夫。あ、ちょっと見てください、見てください。うわ、かわいい。全部です。日本人？日本人です。マジ？おいくつですか？30… え、見えない。なりました。はい、多分。結婚されてるんですか？結婚は今度します。もう興味なくなっちゃった。ハイボールが楽ですね。この体勢から腕引っ張っとるんですか？反動みたいなのがあるそうですね。みたいな感じですか？引っ
来られる。ちょっと卑猥ですね。ちょっと、なんか、じゃあ、あの女の子、ちょっと。そうそうそう。あの女の子履いてくれてたパンツはこっちのやつです。あ、ほんまのプロパーティーの。2900円。ここ2900円だよ、席。こっちは3万。え、3万？はい、これはうちのネクストワーカーズの、あの本家の方。ワークマンさんのやつは、2000円から25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 00円から
アンバサダーとしてワークマンさんと一緒に協力されました。マジですか、はい、どれぐらいですか。ぼちぼち、いや、そんな、だいぶやってるでしょ。僕はもう全然、さっき無償ですって書いてたじゃないですか。いや、そんなことないでしょ。はい、それを見慣れてます。いや、もう振り切ってください。声かけてください。あ、はい。あ、そうですか。よろしくお願いします。どうぞ。あ、大変で、いい話。あっちの方がテンション上がっちゃったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい結構私作業服着てますんで、会社やっぱり作業服がすごく機能美でスタイリッシュになって、これをですねできるだけ女性に着せたいと思って、これに白のプリーツスカートが入ってもらって、作業服を女性のハイファッションの人に着てもらうというのが夢でございまして、ぜひ、それで、YouTube やってるので、いつでも声かけてください。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。何でもやりますので、よろしくお願いします。緊張したな。はい。ちょっとさすがに緊張したな。じゃあ、皆さん、はい、バックマンの試写会。はい。来ました。はい。結局あんまり来てないけど、はい。ぜひまた、チャンネル登録、いいね。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの、ハガドシャツも、ぜひ、販売してますんで。はい、の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。